皆さん、こんにちは。こんにちは。マノイス株式会社所属、セレッソ大阪スクール管理栄養士の吉田です。スクールコーチの勝也です。今日は熱中症対策をテーマにお話をしていこうと思います。そして今日はゲストとして勝也コーチも来ていただきましたので、これまで先週指導者、そして子育てということをですね、さまざま経験されてきた勝也コーチのお話を伺いながら勉強していきたいと思います。僕はですね、中1ですよね。クラブ活動に入らないといけないっていう形があったもんですから、友達がサッカー部に入ろうかっていうことで、それがきっかけでサッカーを始めたっていう感じですかね。なるほど。はい。その後、学生時代は大学まで、はい。その後プロになられて、37歳までプレーすることができまして、で最後はセレッソの方でね、お世話になりまして、まあ47年間サッカーやってるような感じですかね。その47年間のサッカー人生の中で、はい、今日のテーマ熱中症ということなんですけど、はい、熱中症を経験されたことってありますか？プレイヤー時代とか振り返った中では熱中症ってことを感じたことなかったんですね。あ、そうなんですね、はい、もう今の環境の変化っていうのもあると思うんですよ。やっぱりもう少し気温も低くて、常に自然の風をこう入れてて、なるべくこう環境に適した体が自然とこうできたのもあるかもしれないですね。しかしね、なんか2年ほど前ぐらいクリニックをやってまして、はい、ちょっとこう子供たちに応援するというか熱が入ってしまいまして、はい、でそれでちょっとこう振り返ると水分補給は全然できてなくて、自分自身が終わった後に、うん、ちょっとこう喉の渇きがすごく強くなって、ちょっとこう頭痛もするような感じで、あれがちょっとした熱中症かなっていうことをすごく感じたことがありましたね。はい。そもそもちょっと熱中症についてお伝えさせていただくと、やっぱりこう外の気温が高いほど熱中症になるリスクって高くなってしまうっていうのがあると思うんですけど、なのでこう昔に比べてこう気温が高くなって今は熱中症になりやすくなっているし、より注意が必要かなっていうのもすごく思いますし、 あとはその2年前に応援に夢中になって、うん、水分補給を少しサボっていたら、うん、ちょっとあれこれ熱中症かもって思われたっていうことなんですけど、汗で出ていく水分っていうのもちゃんと取っていますので、なるほど、やっぱり熱中症になってしまうっていうようなことが、かつてこっちの体の中で起こっていたんじゃないかなっていう感じですよね。がおそこになってたっていうのは、あと反省しましたね。はい、多分見ている方の中にも、うん、もしかしてあの時っていうふうに気づいてもらえれば変えていくチャンスになるかなって思うのでね、はい、ぜひ注意していただきたいなと。そうですね。はい。自身がこう訓練されている時に意識されてた体調の対策ってあったりしますか？そうですね。まあ食事バランスよく食べて、特に夏場の食事っていうのは自分の中の野菜とか、うん、豚肉が多かった。確かにいいんですかね、取っていただきたいものの一つ、うなぎとかもビタミン B は多いんですけど、うん、疲労回復っていうような言い方をするんですが、エネルギーをですね、出しやすくするような効果がビタミン B はあるので、ぜひその奥様がやられたことが、はい、素晴らしいなと思いました。ちょっとそれ伝えてやろう。他に何か取り組まれたことってありますか？うん、睡眠時間を取るっていうことも、うん、自分の中でも意識してやってた一つですかね。なるほど。はい、トレーニング終わった後には近くのジム の、はい、プールで1時間ほどこう歩いたり、はい、いろいろこう体をこう動かしたりとかしながら、こう体をこう休める、そういうことも夏場って特に心がけてやってましたね。なるほど、はい、子供たちだとジムに行ったりとかって難しいことがあるかもしれないですね。はい、浴槽に、まあ、こう腰ぐらいのところに、ぐらいのこう深さに、あんまり深くしたらね危険な部分もありますから、ちょっとこう腰ぐらいのところでこう足を伸ばした状況でちょっと水をこうしてこう、かけてやることだけでもかなり効果はあると思いますよね。はい、それやったらお家でもできそうですね。そうですね、できますよね。はい、ぜひやってみてほしいですね。うん、他なんかこう水分補給のところで何かこう意識されてたこととかありますか？
そうですね、我々の時代は、はい、あの水を取ったらやっぱりこうマイナスになるっていうのができたから、うん、なかなか水を補給することができなかったんですね。周りにそういう熱中症で倒れるとか、うんうんうん、あのなんか休んでる自分たちのチームメイトっていなかったんですよね。そうなんですね。っていうことは多分先ほど前言いましたけども、うん、気温ももう少し低くて、はい、であとこう風っていうか心地よい風が吹いたから、うん、割とこうそれの中でもやってこれたのかなっていうのを感じますね。なるほど、はい、確かにその熱中症っていう意味では、うん、外の気温が和也さんの時代に比べても高いっていうこともありますし、はいはい、自分たちのお家でこうエアコンとかつけてたりとか、はい、なんかこうどこに行っても基本的に施設の中に入るとすごく涼しく感じるじゃないですか。そうですよね。なので多分こう温度の変化っていうのにこう体がこうどんどん慣れていかないといけないっていうところにあって、うん、よりこの水分が重要になってくるんじゃないかなっていうのは。そうですよね。なんか僕らもこう例えば外でプレイしてみてきて、例えばこう施設に入った時になんかもうね、もう寒いっていうかそれくらいの気温差があるじゃないですか。そうですよね。だからそういうの体の方の順応することっていうのが難しくなってる部分があるかもしれないですよね。そうですね。うん、がちょっとそのままだと飲みにくいから薄めて飲んでもいいですかっていうのをすごく聞いていただいてですね、はいはいはい、それの答えとしては、うん、基本的にスポーツドリンクってあのいろんな会社さんから出てると思うんですけど、はい、たくさんありますね。そうですよね。いろんな種類あるから迷われると思うんですけれど、どれもあの皆さんの体がこう吸収しやすいような糖分の濃度だったりとか塩分の濃度っていうので作られていることがほとんどなんですよね、うん、なので基本的には薄めずにそのまま飲んでいただく、うんじゃないかなと思うんですけど、いいんですか。そうなんですよ、はいはい、でもどうしてもこうちょっと飲みにくいと、なんか喉の渇きがあんまり変化ないなっていう感覚だったりとか、うんまあ、そういう時は薄めて飲むということも一つですけど、うん、その分その吸収しやすい濃度だったのがちょっと変化してきてしまうので、まあ、その薄めて飲むことで水分をきちんと確保してこう足りなくなってしまった塩分とか糖分とかはこうなんかこう塩分のタブレットとか飴とかでこう補ってもらいながら、夏場もあの外で運動するときに活用してもらえたらいいんじゃないかなと。そうですね、はい、今こうねタブレットと本当にこうすぐねこう取りやすいようなものがありますから、うん、便利ですよね。そうなんですよね。ちょっと食べ過ぎにはもちろん注意が必要なんですけど、あの適度にこう汗がかいているときはそういう塩分とかも体から失われているので、はい、取っていただければなと。子供たちに対して気をつけていることとか、うん、なんかこう熱中症対策まずやっぱり一つはそのトレーニングの始まる前なんかの気温とか、はい、あるいはこう湿度とか、はい、で風の通りっていうのはまずこう自分でこう感じるっていうのも大事だと思うんですね、指導者として。そうですよね。で次にやはり今度はこう来たスクールの子どもたちの顔色とか、あるいはこう動きなんかも自分としてはこうトレーニング中はこう気にかけてますよね。はい、常にこう元気だった子が、うん、なんかこう全然こういつものプレーができないとか、割とこう運動量が少ないという子なんかにはちょっとこう目がいってしまいますし、そういう子には早めに声をかけることを自分が意識してやってますけどね。それともういつでもいいから、自分はちょっと気分が悪いからいつでもいいからトレーニング中でもいいからもうこっち気分悪いとかすぐこう声かけてっていうことはもう言いやすい環境もね作るように心がけてます。やっぱり子どもたち自身はこう熱中症をあんまり身近なものと感じてないかもしれないですけど、うん、そうやって声をかけてもらえることとかこういう動画を見てもらったりとかで、うん、こう自分にももしかしたらあの気分悪くなったら熱中症かってこう思ってもらえるっていうのがすごく大事かなって思いますよね、うん、はい、実際に3人のお子様をその勝谷コーチがこう保護者の熱中症対策で意識されたこと。そうですね、やっぱりこう、子どもたちに伝えるのは、気分が悪いことっていうのはもう早めに言いなさいよ、そのコーチでもいいから、はい、でその我慢することないからっていうことは、はい、送り出す時には必ず言ってましたし、
ね、夏場っていうの特に食欲が落ちるじゃないですか、うんうんうん、そういった分でもバランスよくたくさん食べるっていうのもね、うん、一つのこう自分の宿題としてね、うん、この夏休み期間とかやっていったらちょっとこう変化もあるかもしれないですよね。はい、そういう時のポイントとしてはまず料理の食感っていうところで、こう麺類とか喉越しのいいものって、はいはい、こう夏場でも食べやすかったりとか、うん、あとは温度もちょっと低いもの、うん、あの冷えた料理、冷やし中華だったりとか、うん、いいなね、そういうのの方がこう暑くてしんどくなった体でも食べやすく、うん、あのなったりとか、うん、あの僕らもこうね、あの代表の時とか、うんうん、遠征にこうアジアの方に行った時に、はい、暑い時あるじゃないですか。そうですよね。振り返るとですね、その時にでも確かにあのカレーを作ってくれてましたね。人気をすごく人気が高くて、みんなやっぱりこういろんな料理があるんですけども、うん、やっぱりこう食欲っていうところでは、うん、カレーっていうのが食べた記憶ありますね。なんかこうやっぱスパイスとかがいっぱい入っていて、こう食欲を増してくれるんだろうなっていうのも思いますし、はいはい、食べやすいし人気ですよね。そうですね。あ、カレーはいいかもわかんないですね。ということで今日は勝谷コーチにあの保護者目線のお話も今伺いましたが、セレッソ大阪スクールでは保護者の皆さん向けに高校集会オンラインでさせていただいております。ぜひお時間があればご参加いただければなと思います。それは助かりますよね。絶対こうね、こうあのお母さんたちにこうすごくこういろんなアイデアとか、うん、いろんなのこう次にこういうのを作ったらいいかなっていうね、そういうのを発展していただければね。そうですよね。この多分食欲増すんじゃないですか、ね、うん、確かに、うん、あの家族の食事というのを熱中する上でも種になることが、はい、詰まっているんじゃないかなと思って、うん、ぜひ実践していただければ。またですね、お子様向けの熱中症対策の動画も別で1本配信をしていますので、ぜひ概要欄の方から見ていただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。夏を乗り切っていきましょう。